ルビーレーザールビーレーザーロットルビーレーザーの投下、スペクトルルビーレーザーとは個体レーザーの一種である。母材にルビーを使用するためこの名がついている。実際は酸化、クロムイオンで代用できる。1960年にセオドア・ハロルド・メーマンが世界初のレーザー発信方式として実現した。なお持続的に動作するルビーレーザー装置を発明したのはウィラード・ボイルである。 レーザー装置は、レーザー媒体、冷気装置、光共振器からなる。ルビーレーザーの場合、レーザー媒質には合成ルビー、すなわちアルミナ骨格の AL 原子のうち0.01から0.5%程度が、発光原子であるクロームに置換されたものを用いる。まずポンピング用ランプ光源により、レーザー媒質を冷気し反転分布を起こさせる。 次に誘導放出により放出された光が光共振器により増幅され、ある一定以上のエネルギーになるとレーザービームとして出力される。ルビーレーザーは3つのエネルギー順位を用いて反転分布を形成する3順位レーザーである。規定状態にあるクロム原子を冷気装置により冷気状態にする。冷気状態のクロム原子は、 緩和時間約100ナノセカンドで順安定状態に落ち着く。この緩和時間から規定状態への緩和時間は約3ミズと他の状態より長いために反転分布が起こる。この間に誘導放出を起こさせると694.3ナノメートルの光が放出される。しかし三順位レーザーの場合、過順位が規定状態であるために占有率が極めて高く、 かなり強力な冷気を行わないと純安定状態と規定状態との間で反転分布を形成できないので、より効率よく反転分布を形成できる4。順位レーザーの方が個体レーザーとしては主流である。4順位レーザーと比較して効率が悪いために、研究、産業にはほとんど用いられていない。医療用途ではメラニン色素が赤色の波長の光を吸収しやすいことを利用し、 シミほくろ消しに利用されている。また、赤色の光を出すとして有用であり、ホログラフィーなどに使われている。ありがとうございます。